自己紹介お願いします。2年トレーナーの松井です。今日は17時から練習なので、その前に練習の準備と、あとは選手のテーピングを巻いて、その後練習が終わってから選手のケアをしたり、あとは片付けをして終わりって感じです。今日は午前中にバイトしてからそのまま部活に行きました。入部したきっかけはもともとトレーナーをずっとやりたくて、それをやるためにはアメフト部怪我が多いんで、トレーナーとしてすごい成長できる場かなと思って選びました。僕の日はそうですね。自分上京してきた組なので、まだまだ東京とか行ったことない人がいっぱいで、そこを一つずつ回っていくのが楽しみです。ここがピッチサポになります。練習に向けて、担架を出すのと、あとはベッドを出すのと、あとはテーピングを巻く準備をしていきます。練習中は、この選手が怪我をしないかを管理するのと、あとは怪我人が出てきた場合に、すぐに対応できるようにすると思います。学年関係なくすごいみんなとコミュニケーション取れてて、かつすごいトレーナー業にすごい毎日勤しんでて、選手から見てもすごい信頼できるトレーナーの一人かなって思います。ありがとうございます。自分がトレーナーを目指そうと思ったのは、自分がもともとサッカーやってて、その時にすごい怪我が多くて、トレーナーの人と関わる機会が多かったので、自分もその道に進んでみたいなっていう思いでトレーナーを志しました。自分が持った選手とかが怪我から復帰した時に、その後練習とか試合で活躍してくれると、すごいやってよかったなっていうふうに思います。お疲れ様です。ここから帰ってだいたい家に着くのが10時前とかなんで、ここから洗濯して、ご飯自分で作って食べて寝るって感じです。トレーナーはスポカしか入れないんですけど、ぜひスポーツ科学部に入ったからには一緒にトレーナーしてほしいなって思います。お願いします。